レッドスリーブは Linux カーネルをベースとするフリーのオペレーティングシステムディストリビューション。これはレッドハットエンタープライズ Linux に由来する ARM ア,アーキテクチャイポートされたディストリビューションである。レッドスリーブは自由なエンタープライズクラスのコンピュータ利用基盤を提供するために存在し、レッドハットの上流ソースとのソース互換の維持を目標としている。レッドスリーブは r ッドハット社によって作られ入手できるフリーのオープンソースソフトウェアに由来するが、これはレッドハットによって生産、維持、またはサポートされるものではない。特にこの製品はレッドハットエンタープライズリナックスのユーラ及び GNU ゼネラルパブリックライセンスの合意、条件のもとでレッドハットエンタープライズリナックス版のソースコードからビルドされている。 レッドスリーブの名前は、これが何に由来し、直感的にどのディストリビューションが上流にあるのかが明白で、アームプラットフォーム向けであることを案に意味することから選ばれた。レッドスリーブは、上流ディストリビューションがサポートしない新しいプラットフォームにポートしている点で、セントスやサイエンティフィックリナックスのような他のレッドハットエンタープライズリナックスに由来するものとは異なる。 ありがとうございます。